というわけで、相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。というわけで、以前ご紹介したことがあるお店のがっつりメニューを買ってまいりました。それがこちら、日の屋カレーさんのチキン南蛮タルタルカレーの特盛りです。何度かこちらの動画でご紹介させていただいたことがある、神田カレーグランプリで優勝したことがあるという、知る人ぞ知るカレーの名店的なチェーン店さんということなんですけれどもね。いや、今日もねバイト頑張ってがっつり食ってスタミナつけてーなっていうことでね、チキン南蛮タルタルっつってね、肉食ってテンション上げてこうではないかっていう今回なんですけれども、いや、ご飯の量ね、大盛りまでは無料なんですけど、特盛りにするとこんだけ盛っていただけて、そのチキンがね結果的に潰されちゃうっつって、蓋が閉まりきらないんじゃないかなっていうぐらいのね量でいただけるっていうことで、こちらテンション上がりますね。そして蓋を開けた瞬間に香ってくるちょっとねドロドロ系のこのカレーのルー、このカレーのねスパイスとともにちょっとしたね甘さを予感させる、そういった香りなんかも漂ってきて、いや、たまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでまずはシンプルにカレーのルーとご飯でいただきましょう。うん、おー、なるほど。口に含んだ瞬間はまずね甘って思うんですね。で、その甘さが駆け抜けた後に遅れて辛さが追いかけてくるといった感じ でこのルーの中に溶け込んでる野菜の美味しさ、そしてねスパイスのちょっとした複雑な味わいみたいなのも感じられて、これは本当に夢うまい。これは夢ですよ。で、このご飯ね、私の好きなちょっと固めに炊いてあるこのご飯がカレーに合うの合わないのっつって、私ね常々言う子供会のカレー、キャンプでいただくカレーなんかね最高に美味しいななんて思うんですけどね、子供会でいただくみたいな、ちょっとご飯炊けたけどもこの硬さ固めに炊けちゃったけどみたいな、そういったねハプニング要素が感じられるカレーのご飯ってね大好きなんですけれどもね、そのご飯に近いような感じのね固めに炊いてあって、いや美味しいですね、はい。それではこちらチキン南蛮とカレーのルーがかかった部分いただきましょう。柔らか。ちょっとね、テイクアウトで時間が経ってるっていうのもあるんで、衣がしなっとなった感は否めませんけれども、鶏肉本来が持つポテンシャル、むちゃむちゃ柔らかくって、このね、甘辛いカレーのルーとの相性も抜群で、いや、このトッピングにして正解だったなと思わせる、そういった一品ですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。そしてねコメントとは裏腹に、結構ね本格的なスパイスで、ご覧ください、
あのスパイス感でマジで後半に行くに従って汗が吹き出てくるぐらい、そういったね本格的なスパイスも感じられる。今となっては結構辛いなっていう印象なんですけれども、もう食べきったぞっつってちょっとしたね達成感なんかも感じられる、そういった味わいでしたね。そしてチキン南蛮のこってりとしたやや重めの感じがカレーのルーの粘度の高いドロッとしたルーと、いや相性抜群で、もう一瞬でペロリでしたね。いやとっても美味しくいただくことができましたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日は日野屋カレーさんのチキン南蛮タルタルカレーいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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